ビング・クロスビーとバリー・フィッツ・ジェラルド、我が道を行くは、1944年制作のアメリカ映画、パラマウント映画制作。第17回アカデミー賞では作品賞をはじめ、その年の最多となる7部門を獲得した。また、米国連邦議会図書館がアメリカ国立フィルム登録簿へ2004年に登録した。マルクス兄弟の不条理コメディから、 人間味あふれる人情派のコメディそしてヒューマニズムあふれるドラマまで、レオ・マッケーリーは守備範囲の広い職人監督であった。自分自身が作り上げた物語で単なる歌がうまくて大婚役者だと思われていたビング・クロスビーから酔い、演技を引き出し、オスカーを取らせた。何のアクションも派手な見せ場もない若い神父と老神父のやりとりを中心に、 物静かな語り口のうまさによって、オスカーを大量に受賞したのであった。ニューヨークの下町にある、古びた、教会、セントドミニク。老神父フィッツギボンは、廃屋寸前の建物と周囲の劣悪な環境に、最近は諦め顔である。そこへ副神父として派遣された、若いオーマリーがやってきた。口うるさい老婆と家主の喧嘩をなだめ、町のギャングたちには、 芝居の剣を配り楽しみ方を教え、不良少年たちには合唱を教え込み合唱隊を作る。ついでに、幼な友達のオペラ歌手リンデンが、教会の財政難を救ってくれて、フィッツ・ギボンとオマリーは大喜び。しかし、その夜、教会は全焼してしまう。そして、間もなく、オマリーは別の教区へ移ることが決まった。その年のクリスマスイブ、リンデンに引きられた。 少年合唱隊は寄付をたくさん集めて帰ってくる。かつてオマリーが助けた家で娘のキャロルもアパートの家主の息子テッドと結婚が決まった。フィッツ・ギボンも数十年ぶりにアイルランドに住む母親と再会する。教会には 2RLRLRA が流れる。フィッツ・ギボンは名残惜しそうにオマリーを見送るのであった。ありがとうございます。